持ち前の明るい性格と親しみやすさで会場全体を一緒に盛り上げていけたらいいなと思っております。負けないことはですね、プロ意識と、スタイルとおっぱいです。よろしくお願いします。肩を半ダッキュをできることです。こんな感じです。こんな感じです。モノマネができるんですよ。私似てるかわかんないんですけど、なんとなくでいきます。はい、久保田久美です。似てないですよね。はい、似てないと思いますよ。いいですね。ジョボクシングはこのシュートマークがあるんですけど、このシュートマークをオリジナルで使ってシーザー会社の方にシュートはい、ありがとうございます。シュートはい、ありがとうございます。シーザーさんの顔見てる、見てる。はい、次の方どうぞ。はい、マーミです。今回受かってすっごい嬉しいです。会場がさらに盛り上がっていくように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。朝比奈彩子と申します。今回合格して驚きの気持ちと、またこの大会に関わっていける嬉しさでいっぱいです。これからシュートボクシングをさらにたくさんの人に知っていただけるように頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、はじめまして、八木沼ひなです。今回は本当にラウンドガールに選んでいただいてありがとうございます。一生懸命本番頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、金井まさらです。今回合格させていただけてとってもびっくりしてます。これからはシュートボクシングをめちゃくちゃ応援していきたいと思いますので、元気によりセクシーに応援していきます。どうぞよろしくお願いいたします。菊池夏樹です。今回、合格することができて本当に嬉しいです。本番日は選手に負けないように元気、選手より元気に頑張りたいと思います。梶塚梨沙です。多分イメージがあるシュートボクシングイメージガールで一番最年少だと思うんですけど、本番ではもう笑顔で精一杯頑張りたいと思ってます。頑張ります。